チャオ、こんにちは。今日はキノコモッツァレラ生ハムエディといったボリュームアップしたアリオオリオやペペロンチーノです。モッツァレラチーズと生ハム、そしてキノコの旨味をうまく引き立てたかなと思います。それではご視聴よろしくお願いします。まずキノコの下処理ですね。細かく刻んでいきます。次にモッツァレラチーズをカット。今日はモッツァレラチーズの中にさらに生クリームを詰め込んだ特殊なチーズを使いました。ブラータという南イタリアの特産品。これはニンニクですね。まず潰してから細かくみじん切りにしていきます。今日はちょっと細かくしたいなと思いますね。相当細かいです。次、プロシュット、生ハムですね。これを一口サイズぐらいにカットします。一人当たり今日は2枚ぐらいですけど、もちろんお好みでたくさん使っても大丈夫。パセリは茎の部分が口の中でもごもごするんで、なるべくカットする前に取っておきましょう。パセリもニンニクと同様にかなり細かく刻んでいきます。だいたいこんな感じですね。さあ、いよいよ調理です。まずはニンニク。今日はね、キノコを炒めるんでオリーブオイルの量がちょっといつもの 1.5 倍から2倍ぐらい多いです。いつも大さじ2杯ぐらいのところを今日は多分もう3杯から4杯使ってるね。さらに唐辛子、これオイル漬けにしてあるものですけど、これを2つ入れました。ではキノコを全部一気に炒めていきます。パスタにお塩を入れます。いつも通りだいたい 1.5% ぐらいの塩分濃度ですね。今日使うパスタはちょっと細めですね。 1.55 ミリの、テフロン加工のツルツルしたスパゲッティです。ちょっとスパゲッティにという細めのパスタになりますね。茹で時間は6分のところ4分であります。ちょっとここでキノコに下味、塩を振っときます。よし、では4分でパスタが揚がったので混ぜ合わせていきましょう。あ、その前にそうだ、イタリアンパセリ振っときますね。ちょっと混ぜてから、ここからパスタを入れよう。まだパスタ硬いです。かなり茹で汁をお玉1杯分ぐらい入れて、これ後でもまた加えます。残り2分、このフライパンの中で茹でていく感じですね。たまに煽って水分減らすと、またさらに水分を足すと、この繰り返しですかね。こうやっていくとだんだん乳化していきます。
だんだんいい感じになってきましたよ。ちょっと味見します。少し塩足んなかったんでちょっと加えて、さらにちょっと胡椒も引こうかな。黒胡椒を少し引きました。はい、ここで火を止めてチーズとあと生ハムですね。これくっつかないように1枚ずつ実は広げてあります。あんまり熱が加わらないようにした方が美味しかったです。最後はよく混ぜてこれで完成ですね。生ハムとモッツァにはあんまり熱を加えないようにしました。今日は新しいピンセットでトライです。前買ったものよりもしっかりしててかなり使いやすいですね。はい、完成ですね。さあ食べてみることにします。よし、さてどうでしょうか。ブラータチーズと生ハムのキノコのペペロンチーノっていうね、ちょっと具沢山なパスタでございますよ。なんかいつものペペロンチーノよりもマイルドな感じですね。でも一応唐辛子も入ってるんでピリッと辛いです。うん、とっても美味しいです。うん、糸引くね。ごちそうさまでした。いや今日もねなかなか普段ほとんど作ったことのないペペロンチーノを作りました。これはモッツァレラチーズ、まあ、正確にはブラータチーズなんですけどと生ハムを最後に加えるっていうね。これ近くのイタリアンレストランでちょっといただいてすごく美味しかったんですよ。それでねちょっと真似をしようかと思ってね作ってみたんですけどね。ポイントは2つありまして、1つはキノコ類のソテーかな。これやっぱりキノコがしっかりとソテーされてないとどうしても味がぼやけちゃうんですよね。なので今日は早めにもうキノコをソテー始めます、まあ、塩加減と胡椒の加減もちょっと見てしっかりキノコに味を吸わせるというのが一つで、もう一つはまあパスタの投入時間ですよね。これは今日は茹で時間本当は6分の 1.55 ミリの細いパスタでしたけど、もう4分で揚げてるんですね。で残り2分間でフライパンの中でそのキノコをソテーしたソースとじっくりこう煮込むことによって味を吸わせると、まあ、そういう作業が必要になったんですよ。まあこの2つ押さえるとだいたいいい感じでしたね。あとまあニンニクですけども、実は前回も1回これ作ってましてね、その時はねニンニク確か1個だったんだよね。でそれ今日は2個に増やして全部細かくみじん切りにして早い段階で、もうキノコ入れちゃいました。ってことはあまりニンニクは焦げてないっていうことで、ニンニクのそのエキスが
エリンギとかキノコ類にしっかりこう染み込んだ感じですね。まあ、これらが多分その美味しさのポイントなのかなと思います。でももしかしたらイタリアンのお店では野菜のブロードを隠し味に入れてるんじゃないかなって、そんな気もしましたね。やっぱりまだまだ素人、なかなかプロシェフのようにはいきませんけど、まあ、それでも評価は良かったです。美味しかったということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。今日はキノコのペペロンチーノを作りました。ではまた次回の動画でお目にかかりましょう。チャオチャオ、チベディアモチャオ。